浜名湖の6日間シリーズ第53回ボートレースクラシック、今年最初の SG そのファイナルへ、いよいよ準優勝戦のスタートです。まずは1つ目の第10レース、対戦メンバーは1号艇岡崎康弘、2号艇瓜生正義、3号艇には田中慎一郎、4号艇萩原秀人、5号艇新田雄志、6号艇金田聡です。動きはありません。6名がゆっくりと枠番通りの進入へと収まっていきます。当時が誇るスーパーエース機浜名湖47、しっかり逃げて優出、一番乗りとなるか、絶好枠岡崎康弘人気の中心、そしてその奥2コース、こちらも船橋は上場、逆転を狙う瓜生正義です。予選道中は何度もさすがのテクニックを見せてくれた田中慎一郎が3コース、その奥でボートを流す萩原秀人、持ち前のスピードアタック一角崩しとなるかどうか、そしてボートを下げていきました。上積み目指して朝から本体と向き合った新田雄志、サイアウト6コースは現在3連続優勝中と相性バッチリの浜名湖で SG 初出場、ファイナル進出なるか、金田聡です。枠番通りの3対3、角は4コース、4号艇萩原、そして向かい打つ人気の中心岡崎康弘インコース。第10レースの準優勝戦は1番2番3番4番5番6番です。準優勝戦の10レーススタートしました。イントニコース、コーススタートは1番と2番、まずは先に待っていく1号艇の岡崎を、2コースから2号艇のウルウが指していく、3号艇の田中慎一郎、外を待って萩原秀人の2番出し、バックへ入っていきますが先頭を押し切った1号艇岡崎康弘、2番手は外優勢に2号艇ウルウ正義、内側から差を詰めてくる4号艇は萩原、後方3艇3号艇5号艇6号艇準優10レーススタートは正常でした。2着争いは飛び込んでいく4号艇萩原を差し返す2号艇のウルウが旋回、ここ懐さばいた、2番手は2号艇瓜生正義、3番手は4号艇萩原の内懐から、今度は3号艇の田中慎一郎、田中と萩原の3番手争い、21マークの旋回へと向かっていきます。そのまま内側へ飛び込んでいく3号艇田中に対して4号艇の萩原が回して、その内側への差しアンドレ、バックへ入って内をついた3番手は4号艇萩原リード、上位体型は1番2番4番1位2番4の体型です。2停止になる2停止になった外追いすがるのは3号艇田中慎一郎です。2周2マークの旋回、ただ内側から3停止ほど前にいて余裕の先前は4号艇の萩原秀人、田中慎一郎はついて回って、ここで3番手と4番手も定間広がりました。上位体型は1番2番4番1位2番4の体型で続々スリット前を通過、最終中間へと入っていきました。イントニコースがコンマ1台前半というスタートでした。きっちりと先に待って縦を完封しました岡崎康弘、最後のバックストレッチで先頭で立ち上がっています。続く2番手が2号艇ウルウ正義、そして3番手には4号艇萩原秀人と続いています。上位体型は1番2番4番3連単の124は 5.5 倍超人気サイド、最後のホームスレッチへ1番乗りは1号艇岡崎、2番手は2号艇の瓜生正義で、3番手4号艇萩原と折り返した1つ目の準優10レース3まもなくゴール、先頭1番の岡崎五輪、2着2番の瓜生、3着4番の萩原五輪、続いて3番田中4着、5着5番の新田、ラスト6番の金田五輪。